はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが290日目ですね。はい、今回はですね、現在2020年9月23日の、17時3分なんですけども、プロスピコロシアムね、最終日、一応全部終わりましたんで、まだまあやってない方もいらっしゃるんで、ランキングの方はね、まだちょっと確定はしてないんですけども、それをご覧いただいて後に、このプロスピコロシアム累計34試合達成の報酬 S1 契約書、これ開封したいなと思います。はい、それではまあプロスピコロシアムのね、まあ僕の成績ですね、見てもらおうかなと思います。最終日、はい、こういう感じです。トップランクランキング一応暫定で1位ですね。はい、記録が144、打率7割3分5厘、安打144、本塁打43、打点23、打点123、打席が197ということで、まあ今日はね、最終日はリアル起動、全部リアル起動やったんですけども、まあなんとか結構ね、思ったよりも打てたかなっていう感じします。はい、ランキングこういう感じになってます。一応1位がね、僕で144で、2位の方が111で、6試合残してますんで、まあ33本差ですね。まあどうでしょうか、1試合平均5本でも届かないっていう感じなんで、なんとかいけるかなとは思ってるんですけども、まだちょっとねそれは分からないんでね、もしそれ以上打ってきたらもう仕方ないんですけども、まあ一応やれることやったかなと思ってます。一応33本差で1位にいますんでね、まあこの2位の方がやってどこまでいくか分からないですけども、まあやれることはやったという感じです。はい、まあ内訳の方ですけども、先ほども言いましたように、最終日は全部リアル起動で、中村通選手からですかね。はい、中村選手5、グラシアル選手3、阿部選手5、松田選手4、ビシエル選手2、太田選手3ということで、まあ思ったよりはね、打てましたね。はい、全然思ったより、まあ中村選手と阿部選手5打てましたんで、まあこれ非常に大きかったかなと思います。もうこの辺で1とか2やったらね、もうちょっとやばいなと思ってたんですけども、まあ、5本が2人いましたんで、なんとか、いい感じかなと思います。はい、まあこれでちょっとどうなりますかね。一応ランキングの方は、まあ、最後まで終わらない限りわからないですけどね、まあ、一応、まあ、やれることやりましたんで、できれば1位で終わりたいなと思ってます。1位になりますとこちらですね、第5代アンダー王のアイコンと100エナジー、1 10 100戦、まあ、3万スピメダル10万コインということで、まあ、2位とはね若干ね、やっぱ違う、コインなんて半分ですからね、もうコイン僕ね全然ないんでね、コインが何より、まあエナジーが一番欲しいですけど、コインも結構欲しいんでね、まあ1位できればなりたいなと思ってます。はい、33本差なんで、なんとかなればいいかなと思ってます。はい、こんな感じですね。まあ最終結果はね、また次回の12球団編の方で、お知らせしたいなとは思ってます。はい、それでは、S1 契約書ですね、やっと取れました。6日目に取れました。S1 契約書を開封したいなと思います。プロスピコルシアム累計34試合達成の報酬 S1 契約書、まあ、このアカウント、12球団編ということで12球団の選手を集めてまして、純正はソフトバンク組んでますんでね、まあ、そのあたりのちょっと強い選手来てほしいですね。まあ、シリーズ2とかでも来てほしいなと思ってます。それではいきます。S1 契約書、強い選手お願いします。来い。さあ誰来る。さあ誰、エノン来い。おーっしゃ、山崎朝選手、よし。まあ、シリーズ1ですけどね、僕ねベストナインタイトルホルダーの山崎朝選手を、突2で持ってるんですよ。よし、まあこれはでもめっちゃいいですね。これいいです、これは嬉しいですね。いやー、いい選手来ましたね。はい、今年ねちょっとね、あんまり調子良くないみたいですけどね、シーズンね、リアルの野球の方ではね。ただもう全然強い選手ですから、まあシリーズ1ですけど、まあ、非常にいいかなと思います。ちょっと能力見ますね。おお、安崎選手来た、嬉しいな。ええの引いたよ。シリーズ2ももう出てるんですよね確か。あ、出てないんか。あ、そうか、抑え三島選手なんですね。あ、それはまあ良かったです。はい、シリーズ1で良かったです。はい、シリーズ1どこかな。あ、ここですね。はい、いや強い、適正が抑えです。球威83、制球72、スタミナ67ということで、いやー非常に強いですね。はい、いやこれは嬉しいな、よかった。
まあ一応ね、タイトルホルダー、レスナーにタイトルホルダーのね、山崎康明選手持ってますけども、スピリッツ上がりますんでね、こちらの方が、スピリッツ高いんで、いや、良かったですね、これは。良かった、嬉しい。はい。結構嬉しいもんですね。はい。はい、今回こんな感じですね。ポロスピコロシアムの方もね、まあ、ちょっと1位 に、一応暫定ですけど、1位にいますし、まあ、もしかしたら1位狙えるというか、1位に、まあまあ追われる圏内にはいますんでね、このまま終わってほしいなと思ってます。何よりも S3 契約書から山崎康明選手来てくれましたんで、これは非常に嬉しいですね。はい、ちょっと今週ね、半音もかかってますんで、まだまだちょっと強くしていきたいんでね、オーダーの方ね、非常に強化できるんじゃないかなと思ってます。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編でした。